町田の駅前交番があります。そして町田駅のこちらは東口になります。左側に小田急デパートがあります。町田市役所市民課駅前連絡所もあります。そしてこのちょうど反対側のところにこの松本球場があり、そしてこちらに八千代銀行がありますが、すぐその横に新しいビルができておりまして、新生バンクと書いてある新生銀行の町田ファイナンシャルセンターがオープンの予定になっております。12月4日木曜日朝9時オープンという表示があります。新生銀行は旧長銀、この前の銃声問題で問題になった時に、この大きなこの崩壊をした長銀の後を引き継ぐこの銀行になりますが、名前の通りこの時期新しい店を町田にオープンすることになりました。この駅前にきれいなビルができておりますが、この1階に新生銀行があることになったわけであります。この金融不安の時期に新しい門出を迎える、それぞれこの事業としてやられるわけでありますので、このぜひ順調にいってもらいたいと思うわけであります。過去は過去としまして順調にいってもらいたいと思うわけでありますが、果たしてどういうふうになっていきますか。町田市の中では最も人通りが多いところになります。この町田駅の東口になります。ちょうど今人が混んでおりますが、第一向きになります。そうした環境の場所です。今日は町田駅のところに新しくできます、はい、この新生銀行オープンのことをご案内しました。終わります。